広津広信は、日本の外交官。明治初期の日朝外交を担当したことで知られる。旧名は歳三。作家、広津竜郎の父。文政九年、医師、下作者、まだ正長の子として生まれる。父の実家である広津家は、筑後国久留米藩の樹者の家である。幼くして、両親を亡くす。意を志して京都など諸国に留学。 1853年、長崎に赴き、ボードウィンから西洋医学を学ぶとともに、海外事情の理解を深める。長崎において、ふつ南令の名で開業をする一方、久留米藩より、長崎危機役として、六を救された。母親戦争では、東北に従軍している。1870年3月、佐田白房らの外務省庁佐団に同行して、以降、 同年末の吉岡後期、森山茂による世紀の第一回施節団に参加するなど、彼らの下で、朝鮮延地での国交樹立交渉の実務を担当した。しかし交渉は難航したため、翌1871年4月には一旦帰国し、旧津島藩主、総茂正を外務大進に任命し、朝鮮との交渉に当たらせる策を権限した。 1872年2月には、森山と共に、総外無代、進むの処刑を持ち蒸気船で再び普山に入港、以後総領和官の接収事務を開始した。しかし蒸気船は、上位政策を取る朝鮮国の忌避するところのものであり、同年のアメリカ軍艦による降下と砲撃事件とも、相まって、朝鮮側は態度を降下、結局国交交渉は失敗した。その後、 日本政府目人のもで行われていた三井組による日朝間の密貿易が1873年発覚すると朝鮮側は厳しい金圧の姿勢をとった。広津はこの際掲示されたと伝えられる朝鮮側伝令書掲示を日本政府に報告した。この際の文言が日本政府内の政官論権議の直接のきっかけとなったが広津自身は 武力行使に関しては、慎重な態度をとった。1873年、著書、自主の件を出版。明治16年5月に没した。去年65、父のまだ正長は、久留米藩主、広津愛慶の次男。大阪に出て、異業を行う傍ら下作を表した。郷からまだ流郎とも称される。作家、広津竜郎は次男である。同じく作家、 広津和夫の祖父にあたる。ありがとうございます。